い、ということでリミちゃん、火をどうぞ。自分でつけるスタイル。もう食べてる。え、誰？リミがもぐもぐしてた。リミもぐもぐしてた。マジ？マジ？大丈夫？ついた。ついた。そうそうそう。頑張れ。あともうちょっと。熱くないって。大丈夫？熱くない。うん。頑張れ。ちゃんと今日は10本ろうそくがあります。10歳だからハーフ成人式。懐かしい響きだね。しーちゃん、なんか遠い昔のような気がする。ハーフ成人式、確かにね。よし、じゃあ、じゃあ歌いますか。はい、せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday, dear Rimi-chan. Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。おめでとうって言ったんだ、コロンが。リミ、フーする？もう強くなった。頑張れ、頑張れ。はい、今日はですね、まあ週末にね、焼肉に行ってるので、今日はまあプチパーティーみたいなもんなんですけど、じゃあリミちゃんの希望で今回お寿司を買ってきました。スシローのなんかマグロとサーモンのやつ。はいはい、であとはね、ちょケンタッキーで、はい、はい、じゃあ食べましょう。いただきます。はい、いただきます。へい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 。なあ、わさびがケーキに。どうでしたか今日、リミちゃん一日。学校でいっぱいお祝いしてくれた？うん。先生とかみんなお友達とかおめでとうって言ってくれた？今日誕生日係の人がね。うん。言ってくれた。言ってくれた。へえ。箸。箸ね。ちょっとこれで食べよう。何から食べるの？マグロから行く。マグロかサーモンだもんね。で、今日さ、フォートナイトしててもさ、なんか いろんな人が優しかったんでしょ。うん。お友達もなんかいっぱいおめでとうって言ってくれて、視聴者さんもなんか名前が、うん、リミちゃんお誕生日おめでとうって書いてあったんでしょ、って言ってなかった、さっき。なんかね、リミがやってる時に、うん、視聴者さんリミフレンドじゃん、うん、だからね、うん、なんか何やるとか、ね、うん、今やったのとかね、うん、出てくるの。そこにリミちゃんのお誕生日おめでとうって書いてくれてたんでしょ。うん、優しいね、みんな。ね、みんないっぱいお誕生日おめでとうって言ってくれたんでしょ、ゲーム中なのに。そこがリミだよね。ゲームの中で祝ってもらうというね、うん、今時の子はすごいの。どうですかお寿司、うん、美味しいでしょ。おじいちゃん、え、急におじいちゃん、急に出てきたおじいちゃん。おじいちゃん誰？おじいちゃん、ママ、あ、ママ、おじいちゃん。最近の子はすごいの。やばいよね、筋肉マンみたいな。やばいね、筋肉マンとかみんな知らないでしょ。すごいの、古くない？めっちゃ古いだよね、うん、ママの喋り方が。どう、リミちゃん、美味しい？今日はもう好きなお寿司しかないから、うほうほだよね、いつも。ねえ、どうしていつもママの言うことに突っかかってくるのかな。もう、はい、ということで。バックもない。ひどくない？その方法じゃないよ。こういうことこういうことよ。普通なんて言うの？ウハウハか。ウハウハでした。びっくり仰天。びっくり仰天。わお。わお。おいしい。ね。ケーキのケーキ食べるのお腹空かせとかの。そうだね。ビスケットが美味しい。はい、
いただきましょう。ビスケットから食べて。しーちゃんは本当甘いものからだよね、とか甘いものラブだよね、うん、このメニューを見てもビスケットから食べるってすごくない？えうほうほだよ、うほうほだよもうほ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 ママも食べる、はい、うん、食べます、バイ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 